ラオーアルフォンソ8世の娘ウラカでカスティーリャの長男、アフォンソ3世の2位。レコンキスタでポルトガル東部南部征服を狙い、1225年にエルバスを包囲して失敗したが、サンティアゴ騎士団の働きで獲得した。以後もサンティアゴ騎士団の助けで進軍を続け、1238年、アレンテージョ全土とアルガルベの東部海岸を征服した。 一方で王権の強化を目指し、父の政策を継いで教会の富を抑制する方針を、鳥教会への土地寄進、遺贈を禁じたが、教会と貴族の間の紛争に巻き込まれ、内政を乱す結果となった。これを理由に、高位聖職者たちは、ローマ教皇インノケンティウス四世に、王の敗を申請した。1245年、教皇は、三州二世の祖,祖父アフォンソ一世の、 封建申請書と国土基信を盾に強直書を出し、王位を王帝、アフォンソに譲ることを命じた。三種二世はトレドに亡命し死去、姫氏やロペスであろうとの間に子供がなかったため、アフォンソ三世が正式にポルトガル王に即位した。コインブラ城主マルティンデ・フレータスは、新王アフォンソ三世が全王を追い出す形で即位したことを好まず、 自分の城に立てこもった。アフォンソ三世は、忠誠を誓わない、マルティンのコインブラを包囲した。三種二世が死去するまで1年に4ヶ月、マルティンは、包囲を耐えた。全王の死去の知らせを聞くと、マルティンは、アフォンソ三世の許可を得て、トレドへ向かった。三種二世の棺を開けてもらい、コインブラの城の鍵を、意外の手に握らせた後、改めて鍵を受け取った。 帰国してマルティンは、アフォンソ三世に鍵を手渡した。三種二世の手から鍵を渡すという、正規の手続きを踏むことにこだわった彼の行為に、感動した王は、マルティンをそのまま、コインブラ上主に留めようとしたが、彼は誇示して受けなかった。ABC アベ、P31。マルケス、P62。ローマックス、P194、P196。ゴーダ、P363。 マルケス、P49,P53, ゴーラ、P365. ありがとうございます。